らしくサッパーニャンゴです。よろしくお願いします。今日もそうですね、今日もいろいろお仕事でした。皆さんもお疲れ様です。瀬田さんが今だ浸っていただけてますか。あ、嬉しい。明日からオンライントーク会21時から受け取り始まるみたいで不安だけど、うん、ありがとうございます。そう、愛のホログラムの特、あの劇場版特典会の個別オンラインロングトーク会の5時販売販売がね、あのもう最後だったんですけど、今日の12時正午で申し込んでくださった皆さんありがとうございます。そしてね、握手会の方ですね、握手会の方も4つですかね、あの完売してくださった、すごく嬉しいです。本当にありがとうございます。嬉しい、やったありがとうございます。嬉しいでございます。本当に3月分ですかね、次は3月の特会握手会のおかえりメッサーと愛知の方が、愛知スカイキスポさんの方ですね、 4日間かなはい、が締め切りが早くなっていますので、待ってますよ、待ってるにゃん。特会とかもね、今回は3部からで、ちょっと朝早い人ではなくなったんですけれども、はい、でちょっとね9部までで遅いんですけれどもはい、いっぱい生徒さんの話とか、それまでもねたくさんいろいろ舞台の話とか、細かいハロフェスさんとかね、いろんなことがあったので、いっぱいお話感想も聞きたいですし、皆さんの近況報告とかも何でもいっぱいお話聞きたいですし、皆さんの顔ね何より見させていただいたり、ご一緒に笑い合えたらなって思います。雨は私は全然小雨で、はい、すごく助かりました。雨の移動ね、でも滑りそうで怖かったんですけど、なかなか慎重に、焦らずに慎重に行ったので大丈夫でした。皆さんは大丈夫ですか。私が歌った歌ありがとうにゃー。あ、そう、今日忍者ダイヤの収録もさせていただいて、久々で、そうゲームも新しくなってたんですけど、ちょっと苦手な大喜利でしたね難しかったです。あーやと初めての2じゃないようだったんですけど、そう、あーやとはね、やっぱり吉田千本桜仲間ということではい、一緒にお仕事できて嬉しかったですし、なんかあーやとはなんか、あさきさんもね今日いらっしゃったんですけど、なんか私はなんかおバカなイメージがあるそうではい、世間常識のクイズみたいな動画でやらせていただいたんですけどね、うん、やっぱ難しかったですねそう、しかも放送日がなんと新曲の愛のホログラムの発売日前日のフラゲ日ということで、2月27日放送ですので、はい、覚えていただきやすい、なんかねフラゲ日で、そういう皆さんもいろいろある忙しい日かもしれませんがはい、ぜひ聞いていただきたいですね。 TikTok もかわちかったちゃむ、あ、見てくれてありがとうございます。早速そう、 TikTok さんもねちょっと頑張ってやってみようと思って、ちょっと初心者でちょっとわからないこと多いんですけどメンバーに、詳しいメンバーを教えてもらったり、自分で調べたり、流行ってる音源見つけたりしてはい、やっておりますが、
や難しくて、なんか撮るのもそう難しいですね。なかなかうまく撮れてるかちょっとわかんないんですけど、頑張ってね。はい、 TikTok さんを更新していきたいと思いますね。チームスアカウントなんですよ私は。そうだからぜひ TikTok さんも見てください、お願いします。ネタさんのアーカイブなんかも見てるよ。本当ですか。私もね見たいんですけど、なかなかなんですけど、でもちょっと落ち着くので見れそうな、はい、1ヶ月間配信していただけますので、皆さんもいっぱい見てほしいですね。あー本当にやりたい仕事になれるんですね。おーすごい、なれないことも多いかもしれませんが応援しております。嬉しいですね。山桜コンビでございます。オンライントーク会買い増ししました。嬉しい、ありがとうございます。今日までだったのでね、もうあの販売はないんですけど、すごくそうです嬉しい。2月25日ですね。とても楽しみにしております。ありがとうございます、嬉しい。わーいてくださん頑張ってね、ちゃんと見てるよ。あ、嬉しい、嬉しいです。かわいいあれですね、かわいいのがいっぱいあって、なんかその流行った音源とかその振りがね、かわいいのいっぱいで、あれもやりたいなとか思ったりするんですけど、撮るの苦戦してるって感じです。嬉しい、早速見てくれてありがとうございます。いいねもよろしくお願いします。ネタさんのアーカイブ見てました。まだ後半なんですね。あ、もっといっぱい見ていただけるってことかな。嬉しい、最初の配給の映画の初日なんで、おお、ね、あのアニメ好きですね。なんかいろいろ映画とかアニメ見られてるイメージ、私も見たいな。あんま詳しくないですね、ハイキューも。申し込みましたよ、うん、ありがとうございます、嬉しい、嬉しいちゃん、ね、乾杯も嬉しいですね。あークリームコロッケ食べてハフハフ、うん、いいですね。私は今日はおにぎり、何おにぎりでしょうか。早く東海でお話したいです。うん、いっぱい語ってくれるんですか。ね、いろいろね、その SNS でも感想とかね、すごいいただけたり、すごく嬉しいですし、東海とかでもね、なんかあの伝えるねって言ってくださってる方もいてくださったりして、すごい楽しみなので、はい、書ききれないこととかね、ちょっとぜひ聞きたいです、お聞きしたいですね。あ、試験の引き方もありがとうございます。遊びに来てくれて嬉しい、すごいですね。 DM さんにあの結構ね見返していただけてるんですね、嬉しい、ありがとうギャン。ねえ、あ、夜勤前に見てくださった方とか、テイテイの映像も、おー嬉しい、ありがとうございます、嬉しいでございます。昨日岐阜に行って聖地巡礼してきました。おーすごい、図書館、すごい、なんか落ち着く場所じゃなかったですか、心安らぐというか、そんなことなかったですか。
こんばんは。デス公演の合わせリハ、なんか結構ありますよ、そのみんなで振り合わせたりとか、そのいやもう今はもうアンダーで出てくれてるメンバーも多いですので、そのやっぱそのね教えるのとかも、あの結構アンダーで出てくれるメンバーは振り入れねしてもらえ、先生にしてもらえてるメンバーもしてもらえる曲もあったりするみたいです。基本アンダーは、ね、自分で覚えるので、これ自分で覚えるってなるとやっぱ振りが結構やっぱね、あの見て覚えなきゃなので違ったりねするので、そういうのであの伝えたりとか合わせの時に、なかなか公演のね当日のリハだけじゃ伝えきれなかった、合わせれなかったりするので、たまにこうやらせていただいていただけますね。そう、2月27日は27日です、火曜日ですね、ラゲビです。はっ、というわけで聞いたセリフ、そうですよ。またアイタイムもさせてくださーい。ねえ、すごいアーカイブ見てくださってる方多い。確かに一日中部屋中にいるとヘトヘトに疲れるけど楽しいし幸せ。いやでもそうですよね、私もこうね、あの SK 入る前とか行ったことあるんですけどね、本当に来ていただくのもそうですし、そのね、その並んだりとか待ち時間が結構ねあって、その握手できたりとかできるのは一瞬だけでみたいな、そっちのね時間の方が長くて、椅子とかもね少なくて、少ないとかほぼないですよね。だから本当に大変だと思うんですけど、ありがとうございます。大変な中本当に嬉しい。もうだからその来てね、実際にお会いしてお話しさせて握手させていただけたりするときは、その疲れた疲労がもう超回復してもさらに元気に、ね、なってもらえるように、みちゃんこ愛情たっぷり元気いっぱいに、はい、お待ちしております。古着の日の放送ね、そうなんです。だからはい、あのあでもそうか、あの本編、放送本編の方ではあの新曲のお話はちょっとしかねお話しさせていただいてないんですけど、違う内容があったので、そのあの動画の方ではお話しさせていただいたりしたので、それも聞いてもらえたら、聞いてみてもらえたらね、よりいいなって思うんですけど、それはもう3月でした。それは動画が上がるのはフフ住職人？常職人？何それ、何ですか？アイリさんと漢字対決、アイリさんも漢字があれなの弱いんですね。やっぱでもあれですね、書くのと読むのとでも全然違いませんか？その書く、ああでもどうだろう、両方ともできないかちょっと勉強も頑張ります。天然系優しいです、柔らかく言っていただきてこちらは23歳生徒さんでいただいた花冠とシュシュです。すごくかわいい。シュシュにもそうリボンねついて、アナカンブリの方もリボンつけていただいてるんですけど、とてもかわいいです。ありがとうございます。あのサイコさんの東海とかね、福祉会とかでもねつけさせていただきたいな。生誕ティーもねお揃いで聞きさせていただける分ね考えます
今が今回は結構デザインがおしゃれめなので、その生誕 T シャツ合わせる服もなんかおしゃれな、なんか セットアップみたいな服あんまり着たことないので、なんかそういう服とかなんか合うんじゃないかなみたいな、まだ用意はしてないできてないんですけどはいと思ってか思ってます。TikTok さんギャギャギャはいい、あー確かに、え、やりたい、いいですね、わかりました、ちょっと頑張って撮ってみます。イジガのオンラインロングお話し会はまだ販売発売してないんですね。ん？販売ですかね？販売？販売はもう終わっちゃいました。今日の12正午で。はい。そうなんです。そうなんです。なるほどなるほど、あー新しいうちもありがとうございます。あ、みかんもね楽しみですね、みかんの剥き方もよろしくお願いします。昨日は朝配信でしたね、あー朝配信だったからかな、マリンちゃんの配信見てて遅れました。あ、ショールーム配信できるようになったんですね。なんかずっとできないって言ってたんですけど、よかった。今夜も見に来てね。飽きてくれてるけど。てか、その音声がなくなったものもあるよね。あ、なんか自分で喋るのですか？自分で言うやつ。でも忘れがちなんです。ね、早めですしね。終わっちゃったにゃん。やばい、 TikTok 可愛すぎて沼にゃん、沼っちゃうにゃんよ。あー嬉しい。ちょっと頑張ってまた撮りますね。あの一人で踊ってるのはなんかちょっと恥ずかしいですね。大丈夫ですかね。鮭、あ正解、さすが、ただいま参上ありがとうございます。あ鮭の方が遠い、うん、うーん、いっぱいあるんだ、配給は。ゆかりおにぎり、あー、美味しいですけどね。最近食べてないや。美味しいですよね、でも。ファミチキも美味しい。どういうこと、クッキーは何だろうですか？わかんなかった。なん、うま、違う。あの、そう、ちかさんがね、今日、リハーサルの時に、メンバーに、そう、バレンタインのチョコブラウニーかな、そう、くださって、優しい、すごく美味しかったです。それに乗ってたクッキーが、そう、食べっ子動物のクッキーだったんですけど、DM で去年の北川小説の時さっき見たのが、まだやっぱり直しになってなかった頃だった。そうですね、見てくれてありがとうございます。去年のもね配信していただけてますもんね。いっぱい思い出作ろうね。ケバブサンド、あんま食べたことないんですけど美味しいですね。あ、お前話か、あ、お話し会させていただけるんですね。わー、
リードお願いいたします。頑張るか、任せろり、シャキシャキ任せろり。私スピーチ良かったですか。あ、そうですね、みおまるもね、そうそのね、あの SK の目標とかね、そう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 なんです。あの目標が似てて思うこともやっぱ似るんだなといいですね、いっぱいそう思っているメンバーが多い方がねいいですし、みんなで頑張りこう、頑張りましょう、応援よろしくお願いします。私たち近くに置いて寝てるのに、もうちょっとじゃあよし、横にゃんのこと考えてみてくださいよくやしゃるかな、100回目おーありがとうございます、嬉しい、いや嬉しいにゃんこ、これからもよろしくにゃん。今日教えた際の写真を見て余韻に浸ってました。うーん、ありがとうございます。そう、あのインスタさんとかにもね、あの素敵なディスプレイとね撮らせていただいた写真とかさせて、明日とかちょっとまだあの忙しさマシなので更新させていただきますね。そういただいた、そうお花もね、その持って帰らせていただいて、あの枯れないように、あのなんていうんですか、花瓶がないのでちょっとなんか代用して違うのでやってるんですけどはい、いっぱいねいただいたので、すごいお家が華やかに私もなっております、ありがとうございます。すごいことですね、花の量で、すごいです、もうすごかったです、ありがとうございます。すごい、去年生誕祭から行けてないです。うーん、また見に来てくださいね、お忙しいかもしれませんがすごく待ってます。あ、そうです、あ、そうなんですね、うーん、先輩、やっぱりしかちゃんの次ぐらいレッスン場行くの？あー、あれですか、劇場公演のあの時の、あ、ブログをね読んでくださったんですね。あ、レッスン場は、でもレッスン場は結構違うかもしれないです、結構でも時と場合によって結構バラバラ、でも私もちかさんも早め、どちらかというと早い方ですね。うん、これを知って幸せです。うーん、嬉しい、もっと幸せになってもらえるように頑張るこ頑張ります、楽しんで頑張ります。スカイキューさん、意外と座る場所があるから助かる。あ、本当ですか。で、あのなんかあのね、あの会場の外の海がね、海で、会場外が海で、すごくなんかその気持ちいい、ね、気持ちいいくないですか。そこが結構好きですね。あんまりでも外出れないんですけどね、なんかリフレッシュできるというか、なんかなんていうんですか、かわいい、おお、お、なんて書いてるんだろう、お、読めない捕まえに会ったのに、もう横にゃんに会いたいにゃん、嬉しい嬉しい。次はいつお会いできますか。1641日連続ありがとうにゃん。あ、今夜お出しで雨の中もウォーキング、すごいですね、風邪ひかないように本当にしてくださいね、本当に髪飾りは皆さん、あのね、皆さんがいただいたとっても素敵な花冠で、義経千本桜の桜をねモチーフにしてくださってるんですよね、かわいい。
おバカす、あ、おバカ選手権ねえ、そうやってありますよね。いいな、なんかあの料理をあんまりこうやら、まあ、あんまりやらなくて、そうやってる姿を皆さんに見ていただく機会ですけど、やってるあれもなんかやってみたいです。意外ともレシピ見たら意外と作れる気がするのでと時計読めなかったんですか？ん？そうなの？すごい、確かに1時間その後愛してるって言われるので、国際会議場の屋上にも、うーん、めっちゃ行ってくださってる嬉しい、ありがとうございます。今日もらってきた鍋焼きうどんを YouTuber みたいに見せて、あ、直しちゃってます。そう、今日金麗さんの鍋焼きうどんをいただいたんですけど、いや、すっごく美味しそうです。なんかその水もいらないんですよ、すごいですよね。だからもうとっても簡単に作れちゃうし、具材もめっちゃしっかり入ってて、だからパッケージが透明だったので見えたんですけど、しっかり入ってて美味しそうでした。食べるの楽しみフフフ。学生の時の得意な教科、美術と音楽もまあ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 うん、あとは家庭科もまあまあみたいな今日が強めでしたかわいすぎてです、嬉しい。作れば用紙になっちまった。なんだっけ、あの超ときめき、え、合ってるかな、沼れのやつ TikTok 撮りたいです。今度撮りますね。でも、もっと沼っていただけるようにはい、頑張って撮ってみます。ねえ、綺麗、本当に中も間近で見られて嬉しいやん。素敵なので見てください。次の補給も早くしたいにゃん、補給しに来てにゃんそう、桜です。かわいい桜も好きですね。ソメイヨシノってありますもんね。ヨシノ立てにゃん、すごい文字。うん、カンナさん、あ、わかりました、ありがとうございます。よし、雰囲気癒されます。わ、嬉しい、ありがとうにゃー。でもお時間やばいですね、ちょっとね。ごめんごめん、ソロ声に向けて指導しました。うん、インスタライブさんも近々ね、やらせてください。はい、コメントからの動画見ました。かすみちょろっと出てて可愛かったえ、どっちの方だろう、あちきちゃんみんなのですか、チームS あちきちゃん。ちょうちんもいただいたので、そう、飾りたいなと思ってるんですけど、23歳もしかまだでごめんにゃん。ドレフラワーね、そうですよね、うん、ペンダントにね、一番来るの遅いのは好き。性は本当にマリンとアンミが